インターハイ三冠を達成し、女子400メートル H でいう20日本記録を持つ石塚春子。東大阪大慶愛高時代にその名を全国に広め、高校生ながら世界選手権 4×400 メートルリレーの代表にも選出された。若手ロングスプリンターとして将来を期待された彼女だがインターハイ優勝。という輝かしい目標を達成した後その先に続くものを思い描けずにいたという。 引退後の今だから思う、ボール設定の大切さ、とは。ナンバーウェブインタビュー全3回の3回目、最初から読む、写真、へ、雰囲気全然違う。インターハイで、母艦を目指した、天才少女、時代の石塚春子さん企業で採用担当も務める27歳現在の OL 姿。高校時代のバッキバキの腹筋での激走シーンも合わせて見る、30枚長、2019年秋。 石塚がツイッター、g x に投稿した自作の漫画が話題を呼んだ。タイトルは、10年続けて仕事にもなった陸上を辞めて OL になろうとした話。漫画は、陸上選手であることを話すと、周囲から言われる。じゃあオリンピックを目指しているんですね、という声への戸惑いから始まる。大学に進学した石塚は、自身の置かれた環境に違和感を抱き、 一年の冬に休学した後退学。その後、ローソンに所属して時短勤務で競技を続けたものの、練習内容や体重管理など悩みは尽きなかった。心の中にある目標、動機の箱を整理してみると、なかなか結果が残せず、東京五輪の予定が翌年に差し迫る2019年、オリンピックを目指すという目標の動機について改めて考えた。 シンプルな動機って何私を突き動かしているものは、心の中にある、目標、動機の箱を整理していくと、そこには何もなかったのだという。結果を出したい、というモチベーションの一方で、自分はどうなりたいのか、という軸がはっきりしていなかったのだ。そうして、石塚は陸上を始めてから10年間で初めて、休養、という選択を取ることになるという実話をもとにしたエピソードだ。 振り返れば、この、箱、の中には、インターハイ優勝、という強い目標が入っていた時期もあった。高校2年時に400メートル3位、400メートル H と800メートルで2位、4×400 メートルリレーを優勝して敬愛の総合優勝に貢献。そして翌年、400メートルを高校歴代4位の53秒3400メートル H を高校進の57秒09で制し、 4×400 メートルリレーと合わせて3冠を果たした。この年の女子 MVP に選ばれ、最大の目標を最高の形で叶えた石塚。すると、世間は未来の日本代表として将来を期待するようになる。しかし、長年の目標を達成した彼女は、そこから先に続くものを具体的に思い描けなかったという。 私はインターハイで優勝したいという気持ちだけで入学したので、その先のことはあまり考えていなかった。現役後半は口に出していましたが、あまりオリンピックに興味がなくて、笑。でも、取材では、これから世界選手権やオリンピックがあるけれどどう思うかという質問を受ける機会がすごく増えて、メディアの質問や見出しから、自分に期待されている役割を感じていたのかもしれません。